こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今回から白騎士物語のオンラインを、シリーズ化して、動画で投稿していきたいと思います。本編はやらないでオンラインを、雑談しながら、ベラベラやりながら撮っていきたいと思います。で、参加してくださるのはロストプラネットからのメンバーで、アキラ・ソーラ・クミです。お願いします。はい、お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、クミさん、とりあえず一言どうぞ。激茶だから、激茶ロス、よろしく。早い、今回は早い対応が。はい、ではまず初回だからね、適当にクエストを貼っていきます。とりあえず、はい、初見じゃないクエストになっちゃうけど、はいはい、では行きます。では行きますか。はい、さあ始まりました。クエストスタート、はい、はい、スタート。これはね、1回だけクリアしたんだよね。あ、そうなんだ。そうです。ちょっとこの人に話をかけます。はい、君が依頼を受けてくれたのかい。早速お願いしたいんだけど、実は大切な翡翠。え、はい、漢字が読めませんのペンダントを大きな獣のモンスターに取られてしまってね。ちょっとやめてくれる。なんかアクションするのやめて、視界の中で。ちょっとまだセルーズで剥がれかもしれないから、サイズから取り返してほしいんだ。墓はオアシスの北側さ、大切なものなんだ、頼んだよ。どうぞ皆さん話しかけてください。あ、まあアキラはもう知ってるからね、はい、あ、そうか、レベル的にはアキラがもうダントツにもう進んじゃって、アキラ装備さらしても大丈夫ですか。装備、うん、画面に映しても大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫。はい、じゃあ俺の画面にこうやってアキラの装備を。これキーラはレベル52の GR12。 あとみんな組み、ソーラ、俺は GR が5以下の、まだ始めたばっかりです。いいですね。 では、マップの星に行けばいいんだよね、こういうのって。そう、だいたい星に行けばいいんだよ。うん、ここに行くから。うん、ついていく。そうだね、こっちだね。基本的に俺は公園に回ります。そうだね、多分アキラが前線に入ったら多分ね、一撃、うん、あ、そうだよね。ソーラは魔法使いです。そうです、ソーラは魔法使い。あ、クミ、あれ、クミはどこ。あ、来た、クミ、あ、来た来た、クミ行くよ。あ、クミなんか白いマントしてる。うん、かっこいいね。かっこいいね。赤マント、白マント、緑マント、ソーラはなし。メガネ。あ、ソーラはメガネ。ソーラはメガネですね。メガネが。お、行くか。戦闘行っとこうか。これ多分、こいつももう、我々のレベルでは雑魚だと思うけど。この子は。いや、弱い。一撃。一撃か。一撃だー。ソーラ、こいつは魔法じゃないか。エレベーター支え1で倒すねえか。おー、100。いいね。うん。アキラはちょっと今回は解説役に回ってもらう形になっちゃう。ごめんね、ちょっと。解説することもないけど、ね。ちょっと我々がちょっと遅すぎて、アキラに合わせてもらっちゃって。エンドカット。いや。そら早くね、終わっちゃうからね。ここら辺の敵弱いから。魔法ってちょっと遅いのね。そうだね。詠唱する時間があるから、ね。あ、そら、あの人のお話を。ミケランチロ。違う、カスカルさんのお話。カスカルさんに、カスカルさんっていう人にね、ホームで会ったの。ホームで会ったの。赤髪のトモさんの、動画のファンで、全部見てるんだって。うん、おー、すごい。すごいでしょ。なんでバッツするの。すごいよね、だって、ホームやってる人ならわかるけど、ね。うん、ね、フレンドじゃない特定の人に会うなんて相当な奇跡。そう。クミも動き出した。うん。その人が、フレンドでもないのに、今までね、4回も会ってるの。どんだけは。すごいでしょ。フレンドじゃない人に4回も会うなんてさ、奇跡だよ、奇跡。奇跡だよ。奇跡。なかなかないよ、フレンドじゃないのに4回も会うなんて。すごいよね。すごいね。でね、そう、あのスペランカーとロストプラネットの動画の話から推測して、俺とアキラの年齢をね、きっぱりと言い当てちゃったの。そう、ぴったり言い当てたの。
すごいな。完全なファンだよって感じ。どんだけ見てんね。いやいや、もうありがたいです。ありがたいですね。ありがたいですな、うん、で、ボス戦かな、オアシスについて。はい、おい、足か。これ俺24分でもダメージ与えるとはなかなかやるじゃん。相当な上からの物言いですよ。でも確かにアッキーラレベルが50で我々が20くらいだもんね。この子にはロックハンマーが効くのね。うわ、すごい。あ、そっか、ケルベロス三つ首。あれ、ケルだったな、確かに。こいつはね、逃げるんですよ。逃げちゃって、そう、逃げて、さっきのカエルが言ってた通り餌でおびき出すんですね。そうですね。だから話は、あの怪物が最初話しかけた人の大切なものを奪って逃げちゃったの。そうで、あの怪物に今倒しに来たんだけど、今逃げちゃったから、今度は物でおびき寄せて倒そうっていう。そういうことね。そう、そういうあれです。そういうクエストですな。そういうクエストですね。そこでアキ何してるの。アキラ何してるの。そこでね、大きな丸なんかしてる。なんか見られてる、アキラに。なんか見てる人がいる。見渡してる。もう余裕の戦い、ね、もう余裕だね。アイスボルト、ね、アイスボルト。それで、どこだ、うん、あ、それで今度戻るのか、うん、ごめん、クミの行った方が、クミの方が正しい。あ、そっちが正しいだっけ、うん、そっちか。こっちで、このカエルの言う話にはっていうやつだね。あー、クミも先に行っちゃってる。このカエル知ってるか。メガログリスはガルダの木になる果実が好物なんで、何でも匂いがいいらしい。あの強烈な匂い、俺には理解できないぜ。だから、そう、それをその果実で、うん、取りに行って、あいつをおびき寄せるっていう。なるほど。ほうほう。餌ゲット、餌ゲット。餌はどこだ。餌はどこだっけ。餌、餌はまた星印が出るんじゃないかな。お、出ない。ないね。あれ、星印ないね。なんか海がどんどん行っちゃうから、そっち行けばいいの。あれ待って、クミ分かってる？クミ、あの星は最初の依頼人の星だから違う星だよ。これね、多分ね、俺分かったやつ、うん、そっちじゃないわ。ちょっと待って、これ最初回はグダグダになりたくないから、ちょっとアッキラのお話を聞こうか。多分ね、あ、すごい。アッキラ、119。アッキラ、そっちか。うわ、多分ね、こっちだと思った。コントローラーの電気なくなった。はーい。どんまい。クミ、ソラ、こっちだって。あ、じゃあちょっと待ってますか。あ、大丈夫、ソーラ、はい。クミ、あの、クリスチョンみたいに合ってるかどうか確認したい。そうだね。とりあえず、アッキーラに先行する。そうだね。ロスプラの時も、アッキーラ何回もやらかしました。すごい覚えなかったな。今、あれだよね。身を取りに行くんだよね。ひょっとして、あの、カエルの美人ちゃんの、出たとこ？あー、あれ。あそこの辺だったかな、確か。ふむふむ。あ、ここに誰か立ってる。あ、マヒジョタだった。あ、なんか敵がいっぱい出てきた。死んでくる。いて。もう回復した。よし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 。もうここら辺の敵はちょっとあれだね、弱いね。だってこっち2とかしか食らわないもん。ああ、そうだね、そこら辺そうだよね。